はい、こんにちは、キャプテン浩二です。今またね、下の倉庫に降りてきました。今ね、だいぶ、日がね落ちてきてね、涼しくなってきております。ただいまの時刻はね、15時46分になります。こんな感じでね、日がね傾いてきておりますが、まだねちょっと高いところがありますけども、日差しがね弱くなっておりますので、涼しくなってきました。それではね、先日からやっております軽トラのね、軽トラのサンバーのねタイヤ交換ですけどもね、今ちょうどね弟がね、1本新品のタイヤをねと入れ替えで、古いタイヤをね1本交換してね置いていきましたので、このねすり減ったねタイヤと新品のタイヤと交換、今からまた最後の1本になりますけども組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速ねもうやっていきますね。ちょっとねまだね仕事が残っておりますのでね、パパーっと終わらしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そしたら今からねビートを落として、タイヤのビートを落とす準備しますね。ちょっと待ってください。はい、どんどん始めていきます。よいしょ。見えてますかね。見えてるかな。見えてるね。ちょっとこれが邪魔かな。はい、まずね虫を取ります。はい、虫が取れたのでビートを落としていきます。石鹸水でもいいんですけどね、もう水でもね大丈夫みたいです。たっぷりかけてね、その代わりたっぷりかけます。はい、いいでしょう。はい、それではビート落とします。はい、
はい、はい、落ちましたね。そしたら反対側行きます。よし、石鹸水でもいいんですけれども、石鹸水の方がいいかな。石鹸水の方が落ちやすいんで、できるだけね、はい、もう簡単に落ちましたね。はい、OK です。はい、そしたらね、どけときましょう。そして見えてますかね。はい、タイヤをね、今外してきますね。タイヤを一箇所だけね。はい、こんな感じで一箇所だけ、引っ掛けておいて、取れるかな。そしてはい、こんな感じね。大丈夫かな。あ、また元に戻りますのでね、元に戻りますので一箇所だけね、こう固定しておいて、あとの2本でね、タイヤレバーあと2本の方で、1個は足で押さえておいて、あとの2つでいきます。はい、取れてきました。これで取れました。はい。そしたら、はい、ね、タイヤをね、全部ね、出していきます。よし、パンク修理、タイヤ交換。
ちょっとね拭いてね、きれいに拭いときます。はい、ああちょっと汚れてますね。はい、ちょっとね乾かしてね、どうしようかな、ビートクリーム塗っとくかな。あービートクリームがちょっと、はい、垂れてきておりますし、はい、ビートクリーム塗っておきます、ね、傷も入ってますけどね。はい、こんな感じでね塗りました。よく塗っておきましょう。あの小さいね傷がねビートクリームでね埋まるようにね。でタイヤ、新品のタイヤの方も今からビートクリームを塗って準備します。取り付けの準備ね。よし、空気がね、しっかりね、鉄筋ホイールのね、リムにね、噛むようにしてね。空気が入りにくいみたいですので、しっかり塗っておきます。はい、これで OK です。よいしょ。はい、それではね今から取り付けます。タイヤの方向はね関係ないので、これを表にして、タイヤのねバルブの方から入れてね、いきますが、手で入るかな。入らないね。そしたらまたこれで、よし、ある程度入れていきましょう。あ、もう入ったな。入りましたね、片方。はい、入りましたので、もう続けていきます。映ってますかね。はい、あとはバルブの方をまたね落としてね、バルブの方から先に入れていきます。これちょっとね、あのタイヤの径は大きいみたいですね。簡単に入りますね。よし、
で左右ね、はい、こんな感じで、あ、バルブ落としとくんですね。バルブのところをしっかり落としておいて、はい、この感じで少しずつ入れていきます。よいしょ。よいしょ。はい、ここまで入りましたらね、もう一個2つこう押さえとってね、3本目で、よいしょ、また入れていくわけなんですけども、ちょっと待ってね、待ちが悪いな。はい、ちょっとやな、はい、もう入りますね。あとはこれを、はい、入りました。よし、そしたら空気を入れてね、バルブの位置と合ってるかどうか確認して、この黄色の線がね、バルブと合ってるか確認したら、今から空気入れます。それではね、空気入れてきますね。
い、こんな感じで、終わりました。いかがですかね。あの最速でねできたと思いますけども、どれぐらいでしょう。20分あればできるかな。あとはね、あのシリコンスプレーでね綺麗に拭いておきます。よし、ここまで来ればねもう完了ですので、タイヤもねあのすぐ簡単に入りましたのでね、あとはシリコンスプレーをタイヤを軽くね拭いておけば、1ヶ月ぐらいはね持ちますので、反対側もね、ちょっとねあのタイヤの中がね、タイヤホイールがねあのちょっと汚いんですけども、まあこれはこれでまたねダストがね、ブレーキダストがついてる跡なんでしょうがないと思いますけども、ブレーキダストはなかなか取れませんのでね、はい、これで出来上がりですが、あとあのホイールキャップがね、ちょっと待ってね、ホイールキャップをホイールキャップをですね、コーキングでね埋めてやります。できるかな、ちょっとホイールキャップをコーキングをちょっと出してね、薄く出してこの辺につけときまして、軽くね、ちょっとだけでいいんで、ね、ホイールキャップがこんな感じでつけましたら、ホイールキャップこれ取れやすいのでね、ちょっと割れてるな、割れてますねここね、どうしよう、割れてるとまずいのですが、ちょっと待ってね、ホイールキャップが割れて取れやすくなってるんで、これをつけときましょう。ガムテープで、ホイールキャップの内側はね割れてる箇所をガムテープで留めてですね、アルミテープの方がいいかな、はい、まあこんな感じで、ついたらまたね、あの上からねシリコンコーキングでしっかりつけておきます。
じでいいな。はい、はい、こんな感じでいいでしょう。はい、こんな感じで終わります。ね、無事にね、できました。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、よろしくお願いします。あとね、弟にね、連絡してね、タイヤを交換来るように連絡したら、向こうの方でね、つけて終わりになります。また暑くなってきました。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。